ご挨拶をいただきたいと思いますまずは本作の主人公東京の危険な闇社会へと入り込んでいく明朝新聞社会部の新人記者ジェイク・アデルスティン役を演じられましたアンセル・エルゴートさんご挨拶お願いいたしますこんばんは皆さん来てくれてありがとうございます s <S それまじゃあじゃあ このカストと一緒にこのステージで立ってすごく嬉しいですすごくみんなす,すごい俳優さんがいる、まあ、宝塚の大好き前向き笠松翔さんもこれはま,あ、まだ全員紹介するのあすいません <laughs> でも本当に嬉しいですこのカストの入るのは、まあ、光栄です はいありがとうございますそれでは続きましてジェイクとは指定のような親子のような信頼関係で危険なネタに踏み込む警視庁の敏腕刑事片桐博と演じられました渡辺健さんお願いいたしますえー改正の東京えーようこそおいでくださいましたえーシーズンワンの終わりがなんでこれなんだって えー、お怒りの方たくさんいたと思います。その答えが今日ここにありますので、ぜひお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、ジェイクの直属の上司であり悩みを抱えながら男社会を渡り歩く女性記者丸山恵美を演じられました菊地凛子さんお願いいたします。えー 今日はあのこうして足を運んでくださってありがとうございます。えっと本当にシーズン1に引き続き自分としてはあの本当にプレッシャーのある役だったので、えー、こうしてあのシーズン2無事に終えてこうして皆さんにあの見ていただく機会に恵まれて大変光栄です。あの楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして。 ジェイクとそりが合うも敵か味方がわからない千原界の若きヤクザのリーダー佐藤昭郎を演じられました笠松翔さんお願いいたします、えー、笠松翔と申します、えー、今日は、えー、来ていただいてありがとうございます、えー、一話には楽しんでもらってたくさんあの皆さんに宣伝してもらってあのよろしくお願いします ありがとうございます。続きまして、シーズン2からの登場になられます。佐藤が属する千原会の若頭に出所後復帰し、彼の兄貴分となるヤクザ、葉山直樹を演じられました。久保塚洋介さん、お願いいたします。えー、入ってるよこ。こんばんは。サミュエル・ L ・ジャクソンです。 ややウケじゃないですか違う違うそうなんですよ本当っぽくなっちゃうんでやめてください本当にあにこのメンバーでね、あのー、ここに出れるとつい自分がサメール・エル・ジャクソンなんじゃないかっていうふうに思える豪華なあのメンバーと共にえここに立てて光栄です今夜は大切なお時間使ってここに来ていただいてえー 存分に楽しんで帰ってくださいありがとうございますありがとうございますそして同じくシーズン2からの登場となります片桐の上司で相棒となる軽視永田翔子を演じられましたまやみきさんお願いいたします、えー、シーズン1あのシーズン2に出るとは知らずにシーズン1にはまっていた一人です えー、なので今回、あのーえー、決まった時に私出るって決まった時にシーズン1を見直していたんですけれど完璧に途中からまたはまって自分が出ることを忘れてみたものです <laughs> 今日は、えー、まだ私がどんな役であのこの素晴らしいはあの奥深い話の中に登場するか。 すごい色っぽい役なんですよって嘘ばっかり言う <laughs> <laughs> 甘い甘い役なんですけど <laughs> まあちょっとあの本当に始まる前でよかったと思います挨拶が <laughs>。あがはい本当にこの深い世界皆さんあのまた10話ありますので味わって私もその一人として見る側出る側両方味わいたいと思います今日あの楽しんでください。 ありがとうございます本日は以上のキャストの皆様にご登場いただきましたがプレスの方もですね後ほどフォトセッションございますのでそこまでフラッシュ撮影はお控えいただきますようお願いいたします。さてそれではですね早速なんですが本作品の舞台となるのが、まあ、タイトルにもありますようにここ「東京」です。ということで、まあ、劇中にも数多く登場する「東京の夜景」なんですけれどもまずはですね世界で「 最もきらびやかな大都会として憧れられた東京の夜景を改めて皆さんにご覧いただきたいと思っておりますそれでは会場スタッフの皆さんご準備よろしいですかではお願いいたします さあ思わず何も言わなくても見入っていられるまあそんな大都会東京の夜景ですが、まあ、この美しい夜景の中本作品ストーリーが展開されていくわけなんですけれどもでここではちょっと代表者渡辺さんにお伺いしたいと思いますがこちらから夜景ご覧になってどんなご感想をお持ちでですすかいやもうタイトルバックですよねこのまま始まっちゃうんじゃないかと思うぐらい。はい あのー、やっぱり東京ってすごいでかいですよね、本当にこんな大きな、しかもいろんなところにこう繁華街が点在してて、こうやってきらびやかなネオンがあって、国会議事堂があって、皇居があって、もうこんな街はやっぱり世界にはなかなかないなっていうのを、改めて感じますね。世界にという言葉がありましたが、じゃここであえてアンセルさんにお伺いしたいと思いますが、アンセルさん、東京の夜景。 ご覧になって、どう思われましたか。東京は本当に最高です。<お>はい、私の出身はニューヨーク市。とても違う街ですけど。はい、東京バイスを通じて、東京は僕の第二の故郷になりましたので。すごくいい経験でした。いつも。今でも、僕の家族家族。来てくれた。東京にみんな。 家族、家族、僕のか家,族家族、家族,家族、<laughs> 聞いてごめん、ちょっと緊張してるね、<laughs> 日本語4年前始まったからね、ごめん、でもにみ,みんな日本大好きね、アメリカでも、日本人も自分,の自分の国大好きの、それもいつも感じています。そうですよね。ご家族も好きになってくださって。 日本人も、ね、日本というものに誇りのある方、本当に多いと思いますが、まあ今日その東京が舞台となって、まあ、皆様がドラマを展開されたわけなんですけれども、では、ちょっとあのここはね、あの夜景にあまり見えすぎてしまってもということで、一旦またこちら、締めさせていただきまして、はい、お話をですね、作品についてお伺いしたいというふうに思っております。この高さは無理ですわ俺も <laughs> アイキャンとフライ。らこらこら。<laughs> ネタか。まさにね、あのこう作品の舞台が、こう九十年代のあの時代ということも考えると。<あ>はい、思い出してしまうんですね。まあ、はい、あれはね。<laughs> さあ、それではですね。で。作品に関しては、まあ、ある意味もう非常に、まあ、危険な人たちがいっぱい登場するわけなんですけれども。はい。えー、アンセルさんにお伺いしたいと思います。 シーズン1に引き続き、まあ、シーズン2も、まあ、シーズン1と2と分けてあの来日していただいて撮影をされたということなんですがその撮影に関して覚えていらっしゃることとかもしくは撮影以外でこんなことが起きましたよということがあったら教えていただけますか。そうでですねじゃあみんなカストでも、まあ、僕は一生懸命 この役のために日本語を一生懸命勉強し,勉強しましたね。でも今、田中康介もこのオーディエンスの中座ってる Tintin <What? S 1> っていう役もいます。Tintin はあー、まあ、ケーキとかクッキーこのシーズン2に Tintin が新しい趣味でケーキとかクッキー,あーや焼いてる趣味。 始まりまりしたその役のために本当に焼いてきたんだよねはい本当にい焼いてくれた美味しかった美味しかったじゃあその話ですおごめんごめん <laughs>、まあ、その台本の中台本の中すっごい美味しいえ,えちょっとわすっごい美味しいねちょっと全部くれないでちょっと僕にちょっとセーブして OK あとでね でも、何何回もテイクしたけど。クッキー食べて。まあ。あまりおいしく、おいしくなかったよ。<laughs> ごめんなさいね。でもそ,それは。彼が作ったやつじゃないんでしょう。うの、彼が作ったやつ。あ、ごめんね。はいそ。それで。クッキー食べて。まあ。演技で。初めて。じゃあ。演技しましょう。OK。 おすごいおいしいね、セーブして、でもあと2回、3, 3回もじゃあ、本当においしくないけど、ジェイクが友達にや優,し優,ややす優しい、思いやりでおいしいっていう <Yeah. S 2> ふうに変えたの、ね、そ,それで、い、yeah. や、おいしいですね、あーありがとう、が本当にセーブした、だからそういう話。<laughs> 笑ってくれてありがとうございます。<laughs> すごいすごい。でも本当は美味しかったんだよね。美味しかったか。美味った本当においしかったです。<Yes. S 1> <laughs> 本当にわきあいあいとした撮影でいらっしゃったんですね。ということが伝わってきますが、じゃそれでまずシーズンワンのことをちょっと簡単に振り返っていただきたいと思うんですけれども、渡辺さん、菊池さん、笠松さん。 まあやっぱシーズン1から続いての参加ということなんですが、まあ、本当にこの温かい雰囲気を感じますがでもあの作品自体には非常に緊張感あるわけですけど現場はどういう感じだったんでしょうか覚えてることなどありましたら教えていただいてもじゃあ渡辺さんからでよろしいですか。あのーまあ、か不かというか、えー、シーズン1の時はまだコロナがもう本当に大変な時で、はいあのー、スタッフも、あのー、ABC ってこう。 分けられてで我々に近づけるのはヘアメイクと衣装だけっていう、まあ、あの監督助監督はあったんですけどそれ以外のスタッフとはもう話もできないような状態でずっと撮影をしていたのですごくまあ,あのもちろんその中でもこうみんな気持ちを一つにしてやってたんですけどやっぱりなかなか交流ができないこうなかなかこう。 わきあいあいっていう感じにはなれなかったんですけどシーズン2に入ってからはもうそういう制約も取れたので本当にこうみんながこういろんな、まあ、冗談も言いながらあ楽しい撮影をしましたね。菊地さんはいかかがでしょうか そうですねそういう意味では確かにそうだったなってでも、すっかりそういうことがあったことも忘れてしまっていたなと思って今あのそう言われると本当にシーズン2はあのみんなとこう本当にあのいろんなスタッフに囲まれて撮影するという感じであのただやっぱりあのカメラ前に立つと妙なこう緊張感がどうしてもあってあのシーズン1も2も。 あのやらせていただきましたけどその緊張感っていうのは何度やってもちょっと取れなかったというか、まあ、えあの英語であるとか韓国語であるとかそういったセリフのことももちろんありますけれどもあの本当にそういう意味では東京バイス独特の,あの張り詰めた緊張感がカメラ前にはいつもあったのであのそこはまたあの楽しめるようにいつかなれたらいいなって思いながら撮影してました。 でもシーズン2はすごいセット組んだんだよね、名著、ね、新聞ね、はい、ものすごい広いフロアに、もう、ビニーサイニ入り、雑誌から新聞から、小道具から何か全部、ものすごい飾り込んで、すごかったよね、そうす全部の細かいは、本当にすごい、年代がきちんと、そうですね、なんか引き出し一つ、デスク開けても、全部、こう、ね、小道具というか、記者の,のものがこう詰まってるっていう感じで。 本当に美術の太田さんもすごい一生懸命やってらっしゃったんでそここも見どころかなと思いますそれでは笠松さんにもお伺いしたいと思いますが撮影について覚えていらっしゃることなどそうですねシーズン1と2では結構、自分的に全く違ったんですね。でシーズン1ではこのまあ 引っ張り出されるようにこのシーズン1、東京バイスにこう呼んでいただいてそこでまあ一生懸命やるしかなかったんですけどシーズン2も一生懸命やることは変わらない中でもまあこう責任感みたいなものが芽生えてで、まあ、現場を作品をちょっとでも良くしたいなみたいな思いでやってたっていう,うことだったんですねなんで、窪塚さんとのシーンがめちゃくちゃ多いんですけどシーズン2では、はい、2> もうとっても楽しかったですね。 ごめんねいやいやいやめちゃくちゃ楽しくてシーズン1はどっちかというとやっぱどんどん孤独なんですけどシーズン2に関してはさらに孤独になっていくんですけどずっと窪塚さんがいてくれたんでそれ頑張まましたね、まあいびってただけなんですけど、ね <laughs> はい、<laughs> リアルに射程感が若干出てきましたね今そうなんですよ、はい、いやでも本当にアイデアマンで、はい、すごい監督に提案するアイデアがおーっていうのばっかりなんですよ。はい、そののななんかなんかていうの アイデアデパートみたいな感じでアイデアデパートメントうんえっえっかアイデアをしっちうじゃないですか受ける後輩ですけどとっても一緒に芝居するっていう単純にそれだけでも楽しかったしすごい話好きなんで楽屋でももう俺が話す好きがなかったです今何か加藤さんは言いたいことがあるといういやもうパッと終わりますパッと終わります 久保塚さんずっと違うパって終わりますパって終わりますからあの久保塚さんずっと後ろでまあ皆さんカメラ撮ってるし今日オッケー撮影オッケーだからあの変なこと喋っちゃダメだってよし喋っちゃダメ変なこと真面目に真面目に行くぞ真面目に行くぞって言ってましたけど結構ギリギリですからね今んとこギリギリですから <laughs> はい。 さあ今自然にもうシーズン2のお話にえなっていらっしゃいましたがその笠松さんの,そのアイデアマンプリ以外にも例えば窪塚さん覚えていらっしゃることとかやっぱりシーズン1のファンでもあってっていうのはマヤさんと同じくなんですけどとにかく、まあ、見ていただくと分かるんですけど僕がやらせてもらった役っていうのがどうしようもない、あのーまあ、鬼畜というか、うん、もうひどいやつなんですね。うん で僕が今までやった役の中で多分一番自分と遠いところにいる役で結構気負いもあったし不安もあってでそれでほ最初の本読みに臨んだんですよでちょっとまあし芝居をするというか、まあ、ちょっとそれがそういうモードでやって全部終えてでタバコを吸ってたらケンさんが来てくれて「久保塚もうあんな芝居しなくていいんだからお前はそのままで葉山なんだから」<laughs> って言われて。 そうあんま嬉しくねえと思って。<laughs> <laughs> っていう思い出がありますね。今あのお話ありましたが確かにあの渡辺玄さんと窪塚さんは、えー、池袋ウエストゲートパークではご一緒に20年前出ていらっしゃるかと思うんですけれどもそういう意味合いをお持ちでしたいやもうね、はい、本読んで、まあ、早まって役なんですけど、はい、やばいんですよ <laughs> もうとにかくやばいんですよ。 こんなやついたら絶対あの半径1 0ル以内には近寄りたくないぐらいヤバいやつなんですよでも窪塚ああ o k o k k e さんのあの時も刑事の役だったんですよはい刑事と不良っていう、はいはい、で今回もまあ刑事と不良という20年経ってもなんか変わんないのかなっていう、はい、でも1回しか会えなかったね 現場では、うんまあ、でもやっぱり、ね、大人になったな久保塚って思ったあの言っていただいてうれしかったです。すうん、あのなんていうのかな、やっぱりその頃のの、まあ、ある種爆発するみたいなエネルギーじゃなくて本当にこう地下からグーってマグマのように出るエネルギーにやっぱり少しイエース <laughs> <laughs> だからそういう意味では、ね、本当にあの嬉しかったですね、久々にそういう久保塚に会えて。 僕あの伝えましたけどあのロンドンで舞台を見させていただいてはいこっそり見に行ってで帰ろうと思ったら楽屋口が開いてるんですよ、はい、で海外緩いなと思ってちょっとこうやって見てたらケンさんがこうそれちょっと故障しすぎ <laughs> そんなじゃないから <laughs> 普通にヘロヘロで出てきてるだけだからもうお前それでまあみんなをねぎらっているのが透明に見えてああと思ってキッってなったんだけどやめたんですよ なんかもうちょっとちゃんとあの人間になってから会おうかなと思ってあのあ今はまだ会えない会ったらだめだと思って会わなかったらここでお会いできてで本当に嬉しかったです、あのまた一緒に仕事ができてそれがこの東京バイオシーズン2だったわけですね。はい、そのシーズン2からマヤさんも ご参加になられてるわけですが、はいはい、撮影について,あのついて覚えていらっしゃること、まあ、それ以外のことでももういいなっていう感じに今日なってきてますけれども<え> <laughs> 何をお話しいいいいていいやいやいや <laughs> でも窪塚さんと笠松さんの関係じゃないですか私はもうとにかく渡辺謙さんとずっと一緒でとにかく謙さんしか会ってないんじゃないかってぐらいに。 今、アンセルにあの途中から合流するんですけど、まあ、本当に3人か2人かということでもうとにかくだからあのちょっとほんと素人じみたことを言うんですけれどもとにかくひるむなと思っていや私、こわもてに見えますが意外とひるむんですよ。でだからあのずっと半年以上待ち受けにしてました渡辺謙さん。<laughs> 会う人、会う人に、ケンさん好きなんですねって、そうなんです、そうなんです <laughs> って、まあ、本当に好きですけれども、そうやってひるむなを鳴らして、はい、そうやって鼓舞して、もうでも助けていただくことばかりで、それでカメラが回ったら、私がどなるという意味が分からない状況になってるんですけれども、最初から怒るっていう、本当に見ていただけたらと思います。はい、本当にありがとうございました はい、本当にシーズン2いろいろな見どころがあることが、まあ、皆様にお分かりいただけたかと思うんですがもうあっという間に、まあ、お時間が近づいてまいりましてここでですねやっぱりこうアンセルさんに代表していただいてこれからご覧になる方視聴者の方にですねぜひ一言メッセージをお願いいたします。楽しししんでくださいいいあありりががととううごござざままたすそして そんなお言葉をいただきましたアンセル・エルゴートさんなんですが先週3月の14日がお誕生日だったということでよろしいでしょうか本日お祝いのケーキを用意させていただきました。えー 実は東京バイスの現場で、四、三回、三回。誕生日、お祝い、お祝いしましたので。もう一回、まあ、これはジェイク。ジェイクは、まあ、嬉しいです。本当にありがとうい。いや、びっくりし、びっくりしました。ありがとうございます。いちご、食べます。あ、<laughs> 日本のいちご、本当に美味しいですよね。 それではキャストを代表してあの渡辺謙さんからぜひ何かお祝いの一言ありましたらいただいてもよろしいでしょうか<え>あのお祝いの言葉をちょうど去年東京バイスを取りながら、えー、アンセルのお母さんがニューヨークから来ていた時期に、あのー、アンセルの誕生日を一緒にまや,まやさんも一緒だったんですけど、はいえー、お祝いをしました。はい、また1年こうして、えー この作品を完成させて誕生日を迎えて本当に、えー、これからまたさらなるをも今でも十分でかいんだけど <laughs>、えー、大きな俳優になっていくだろうなと思っていますお祈りしていますおめでとうありがとうございますありがとうございますさあそれではせっかくケーキも出てまいりましたのでここからですね皆様ちょっと寄っていただきましてあの。 記念のフォトタイムとさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、それでは、もう一般の皆様もどうぞ、あの、一緒にお取りいただいて。はい。さあ、それでは、じゃ、メディアの方からお声掛けいただいておりますが。どうしますか、せっかくですから。フォトケーキが見えるように。させていただきますか、もう。ちょっと待ってねちっちっ。ちょっと、お、すごい。<ー>ちょっとマイク、こちらでお預かりします。はい。 グレーフ版。あ、こっち。はい、フォトセッションこの後ありますので、ケーキはじゃあこれぐらいとはいさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。